どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、オルターガイストデッキについてちょっとやっていきたいんですけども、さ、救いたいんです俺、オルターガイストねえ、リンクスだとね、 OCG だとオルターガイストめっちゃ強いんだけど、リンクスだとやっぱカードが足りなくて、何がじゃあ今のカードプールでできるかなっていうのを考えるしかないんですよ。でじゃあ何ができるかって言われたときに、あのディスコードのメンバーが気づきました。ですね、ロック、盤面ロックができます、オルターガイストは。これどうやってやっていくか説明していきましょう。まずね、オルターガイストフィフィネラグっていうモンスター、このモンスターは、相手は自身以外のフィフィネラグ以外のオルターガイストモンスターを攻撃対象にできませんよ、そして効果の対象にもできませんよっていう、他のオルターガイストモンスターに対象耐性と攻撃対象になる、のを無効にするという効果があります。結構強いですよね。ただしこのモンスターは対象にはなるし、このモンスターを攻撃、対象にできるんですよ。だったらこのモンスターを守ってあげればいいんじゃないかっていう話がありまして、それをどうやってやっていくかというと、これオルターガイストカモフラージュっていうこのカード、これは自分のフィールドのオルターガイストモンスターに装備できるトラップカードですね。で、装備モンスターは相手のモンスターの攻撃対象にされませんっていう効果があるんですよ。フィフィネラグに装備した場合は、フィフィネラグが他のモンスターを攻撃対象にできなくて、でこれでこれを攻撃対象にできなくさせるんで、もう攻撃ができないと。でこいつしかいない場合はちなみに直接攻撃になっちゃうよっていう効果なんですけども、じゃ他のオルタガイストがいる場合はもうそこで攻撃対象にできなくさせる、プラスこいつが攻撃対象にならないということでロックができるんですよね。でこの盤面これだけだと、結構簡単にロック解除されちゃって、要はそのこいつ自身を破壊するっていうことはもちろんできたりとかするじゃないですか、普通だったら。あとこれをコズミックサイクロンするとかね、まあ対策はできるんだけども、このカモフラージュの効果で、装備モンスターを対象とし、した発動した相手モンスターの効果は無効化されるってことで、だからフィフィネラグにカモフラージュを装備すると、例えばフィフィネラグを対象に取った、まあ、ドラゴンバーミリオンの効果で破壊したりとか、あと対象に取る、まあ、破壊効果を持っているモンスターであれば、まあ、このトラップカードが守ってくれるよっていう、このモンスターねっていう感じの効果になるんですね。で一応まあ自分のフィールドのオルターガイストカードが戦闘効果で破壊される場合は、こいつを、墓地のこのカード除外できるっていうおまけ効果もついていると。で、まあ、要はこいつにこれを装備しただけではロック完了しないので、こいつがコズミックサイクルされるとかいろいろあるから、それを守ってあげればいいと。そこでこれなんですよ、カモフラージュじゃあ間違えた、オルターガイストエミュレルフ、これはトラップモンスターになって出てこれるんだけども、このカードはこの効果で特殊召喚したこのカードがモンスターゾーンにある限り、このカード以外の自分のフィールドのオルタガイストトラップカードが効果の対象にならず、効果では破壊されないと。だからコズミックサイクロンされないんですよね。だから何が言いたいかっていうと、このエミュレルフでこれを守るんですよ、カモフラージュで。でカモフラージュでフィフィネラグを守り、でフィフィネラグでエミュレルフを守ると。だからこの最強のトライアングルが揃ったら、対象に取る系のカードとかであれば、もう盤面がロックされるんですよ。あえて何もできんみたいな。このロックを決めて、あとは俺はひたすら相手のデッキ切れを待つっていう作戦です、今回は。今回のこのデッキの勝ち筋は、デッキ切れを待つ。これです。早速、全然決まんなくて、すげえ撮影大変だったんですけど、早速ちょっとご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。このデッキ全然決まんねえんだけど、ちょっと助けてみんな、全然決まんねえ、全然ロックとか3枚コンボやからね、なかなかやっぱ大変よね。なんだろう、これベンネットかな。さあ天井にアスカキララ選手、どういったデッキなんでしょうか。トラップカードがいっぱい来てるのは、まあ、そこそこいいですね。まあちょっと今カモフラージュ全然いらないんで、ちょっとトラップモンスター一応でも、まあ、マリオネッターで、デッキから置けるんでね、まあ、それは結構強いんですけども、さあ一体どうなるっけなんでしょうか。まあ儀式の檻だと結構ね、機械天使だと。まあ、でも割とね結構いろんなデッキがいます。今キング隊なんですけども、撮影隊がね、結構いろんなデッキがいるのでね、割と楽しい環境ではある。一応ね
月末まではレジェンド隊になるべくとどまるようにしてて、あの要は環境ある程度の環境デッキとの対戦の方がまあいいかなと思ってそうしてるんですけど、最近ちょっとやっぱそのなんだろうな、レジェンド隊に誰でも来れるようになったので、ぶっちゃけ試行回数でご利用せるんでプラチナ隊は、だからなんかそんなにやっぱレジェンド隊のレベル感っていうのも参考にならないことが結構多くなってきているので、まあ、キング行っちゃってもいいかなと思ってるんだけど、ただキング隊だとサレンダーとかめっちゃ増えるから撮影すごいしにくくて動かし方見せられないとかあるんだよね。だからちょっとね、考え物ではあるね、今撮影するその場所っていうのが結構難しいかなってちょっと思ってますね。やっぱあのルームとかだとやっぱレベル感があんまり合わないから、あの全員のレベル感がね、ちょっと難しいかなと思ってるんだが、底なしセットして、まあ、これはぶん殴っていいでしょ。でエンド、さああとはひたすら無限にトラップで遅延してあの盤面ロックをするだけなんで、ちょっとあんまり対象に取る効果ないから、あの機械天使がそこだけちょっと注意なんですけど、まあなんとか決めていきたい。これね、さっきもね、なんかね10分くらいやって負けたからすげえ多いのよ、10分やって負けるとか結構ね精神的に来るよね。なるほど、伏せた方がいいか、伏せた方がいいね、多分伏せて壁置いといた方がいいから、まあちょっとエミュレッタ行くわ、エミュレッタじゃねえや、エミュレルフ行って、で土蔵行って、これで対象に取れるようにはなりますね、あの檻が破壊できるから。これ強くなってやな、でもこのトラップモンスターデッキ、今まではねこのトラップモンスターゾーンがね完全埋まって使えなかったんですけど、これでこの後伏せれるってこれ強いでしょ、これこっちでええな。あとはだから俺フィフィネラグを引くだけなんですよ。フィフィネラグが引ければなんとか、あのオルタガスとサーチカードがないんで、マリオネッターのトラップカードをデッキから墓地に置くっていう、デッキから墓地に置くじゃねえや、デッキからフィールドに置くっていう効果しかないので、フィフィネラグをサーチするのはちょっとオルタガイストギミックだけでは難しくてですね今、まあ、そもそもオルタガイストカードが5種類くらいしか来てないっていうのあるんだけど、ダッキーには別にいいわ、ダッキーには別にどうでもいいわ。ただサーチ効果ちょっと何回も使ってめんどくさいんで、まあ、そこらしだけはするんだけど、まあ、エミュレルフでいいかなここは。うん、エミュレルフ、エミュレルフ包丁食った、オッケー大丈夫、フィフィネラグ来い、フィフィネラグ来い、フィフィネラグ、ちょマジ頼む頼む頼む、俺あお前じゃねえ、お前じゃねえ、お前じゃねえんだよな、お前ではねえんだよ、お前ではねえんだ、お前ではないけど一応圧縮はできんだよな。難しいですねこれ、これ難しいんですけど、ただ手札3枚って意外と儀式結構難しくて、絶対儀式は一応素材が墓地にあってもいけるんだけど、まあ、センジゴット来た、トップセンジゴット来た、いいでしょう、なんか長くなりそうだなこのデッキ対決、めちゃくちゃ長くなりそう。すいませんね、動画なんか30分とかになってたら察してください、そういう今日は動画です、そういう動画です。今日は知らないけど、さっきもだって10分やって負けてっからねこっち。さあ一体このデュエルは何分になるんでしょうか。さあサイバーエンジェルイザナ手段がある、さあイザナ来るか、イザナ来るか、イザナは対象に取る効果がなんか発動するとなんか相手のカード一枚破壊するみたいな効果だった気がするが、あと儀式召喚に成功するとなんか相手にマオトラップ、あー絶対儀式これ来るかな、これ底なしされた絶対だから、これやって一応これやって一応発動だけしとこで、エミュレルフでこれねトラップカードとしてもモンスターとしても扱うんで、意外と墓地を送るカードは自分で決めれるかも。あ、イザナオッケー、イザナオッケー、イザナオッケーで、イザナ効果発動して、まあ、魔法トラップカードを墓地送ってくださいよの効果で、土蔵効果、イザナ対象で土蔵効果、千住ゴ、これ
さ、一旦に一度ジムフィールドの栽培中に激モンスター対象とする相手の効果を発動した時、時発動だから、時発動やからこれで多分タイミング逃すっていう、タイミング逃すっていうか直接支援できないってやつでしょ、これ多分。いいねいいね、いいやん、いいね、最強じゃない今の、めっちゃ強いやん、いいねいいね、ドロー来た、よし、フィフィデラク召喚、カモフラージュ発動、よーしよし皆さんいいですか、今何が起こってるかっていうと、フィフィデラクは自身以外のオルタガイスを攻撃できなくさせると、でカモフラージュの、効果で、フィフィネラグが攻撃対象に選択できずに、モンスターの効果受けないよっていう状態になってると、で、エミネルクの効果でフィフィネラグ、フィフィネラグじゃない、カモフラージュ守られてるんで、これが一応、完全盤面ロックってやつですね。あの対象にトラス除外したとかそういうあのことがないので、機械天使は多分いけます、多分いける。さあ、あとはひたすらに私の遅延行為に付き合っていただくといったところでしょうか。さあ、ただしデッキ枚数が同じになっていく、裁判所枝天子か、いいだろう。儀式カードを手札に加える、機械天使の儀式ないのかな、機械天使の儀式サーチしないのかな、あんまりそれはしない。あ、バトルフェイズ、バトルフェイズは今オルタガイストモンスター殴れないんで、今あの土蔵にしか投げれません、相手は。なんで殴ったんだろう、なんで殴ったんや、土蔵にしか殴れねえっていう最強の今最強盤面なんで、なるほどなるほど。皆さん一個お伝えしたいのは、ここから私は、ターンエンドしかしません、ターンエンドしかしません。お、これターンエンド合戦じゃないの、これ、これターンエンド合戦では、さあ始めました、ターンエンド合戦、あとは皆さんターンエンドの時間をお楽しみください。さーて、そろそろ僕のデッキがなくなりそうだぞ。では絶望のスキルを発動し、さあ絶望せよ、私のデッキの方が多かったな、ターン終了だ。さあ絶望しろ、お前のデッキは残りあと0枚だ。さあ絶望するようだな、次のターン貴様のデッキは引くことができず、デッキがなくなったため敗北しましたっていうのが出るぞ。さあ大丈夫か、天井員アスカキララ選手、あ、困っております、これターンエンドしてるの俺勝ちやんけって思ってた、天井にアスカ選手考えが甘いです、スキルの存在を忘れていたもよう、終わらない罠地獄で罠を回収することによりデッキ枚数を回復するというクズ中のクズ戦術、一切攻撃がせずクズ中のクズの戦術によって相手はグーの音も出ません。さあ困っております、なんかすげえ強いあのダキに、ダキじゃねえや、イダテン作ろうとしたらしいんですけども、さあ絶対儀式の効果を発動、絶対儀式の効果によって、墓地の機械天使モンスターをデッキに戻して儀式召喚できるっていう効果一応ありますけども、今盤面が3体埋まっているためそれもできません。さあデッキ枚数を回復することができない。これイダテンが一番やべえか、でもイダテンが一番やべえのか、これは何が来る、あ、イザナは別にいいよ、イザナは別に本当どうでもよくて、で効果を発動、いいでしょう。さあイダテンの効果も発動して、これは底なしをする必要性が特にないかな、あの貫通するやつは一応底なしする可能性ありますけど、今どれよね、まあこれをおちょくってで、あるとしてもあと儀式モンスターまだいるのかな、なんか弁天くらいじゃね、なんかねリソース結構使ったんだよね、でも結構使ったと思う、はいはい、で祝福 OK、 祝福は全然いい、
祝福はデッキに戻すことできないからさあ、何を出してくるんだ。イダテン出してくると一応ちょっと面倒くさいことになるのか。これ何が出てくる。あ、弁天は全然いい。弁天は全然いい、全然いい。弁天ってさ、貫通アップだけでしょ。あ、違うわ、元々の守備力分のダメージを与える。で、これさ、守備力分のダメージってさ、クモイオの土蔵、これモンスターじゃねえからさ、別に殴られてもこれダメージ食わねえよな多分。バトルフェイス来た。で、これ食わないでしょダメージ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、このモンスターたちは攻撃ができません。クズ中のクズ戦術でございます。さあ、あとはターンエンドするだけです。ターンエンド。さあ、お前のターンだ。ドローフェイスを設計しろ。クズ。さあ、お相手の方、エスパーロバ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。メガロイドシティ。あー、なるほど、新メガロイドか。 OK、 いいね。なんか珍しい、懐かしいデッキだね。もう新とか誰も使ってるもんな今。ガチで誰一人として使ってないとかいう最低の展開になってるんですよね。あのパック意味ありましたみたいな。新トゥルース、やべ、5000はやばい。もうあんま関係ないからね、こっちのデッキ。打点とかも殴ることしないから。とりあえずオルタガイソン、マリオネッタ召喚、マリオネッタの効果を発動。マリオネッタの効果によってエミュレルフをこうして、で、ワンダーワンド装備していく。で、ツードローしてトラップいきたいな。オッケー、ナイスーナイスーナイスー。テレッテ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 レレーテレ。宇宙の法則、あれか、シンクロ系のデッキが入ってるのか。あっ、おおさ、トラップデッキ、トラップデッキ使ってる時のショッカー落ち、もうええやって、もうほんまにもういいって、そういうのもう見飽きたからこっち。もう視聴者からコメントめっちゃ来るから、でしょうねって、でしょうねってめっちゃ来んだって。これやべえ、宇宙の法則で何引いてきてんだよてめえ。でも確かに新サイコショッカーって割と相性いいのか、特殊召喚できるし。確かにな、離れるギア、やばい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 って。もうだ、でもトラップしかないんだってこっちのデッキ。基本投げることもしないからさ、トラップを抑えられたらもう俺何もしない、することできないんだって、もう何もできないんだって。これ絶望する、まあ、はいろんな意味でハゲが絶望してるよこれ。やばー、こいつ強すぎだろ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。もうハゲいいから、ほんまもうほんまにハゲマジ無理。